結婚式は松本清長の短編小説。1960年5月、週刊朝日別冊、洋春特別号に掲載され、1963年10月に短編集、目の気流収録の一作として新潮社より刊行された。1963年1989年にテレビドラマ化されている。私、吉村と同期の日田通吉は、 新聞社を退社し独立、新しく広告取扱店を起こした。私は、新田夫婦から相談を受けていた。新殿は敵で頭のいい男だった。妻の元子はよくできた女性で、捨て身になって、夫に協力していた。10年が経ち、新殿の店は、中堅の広告取扱店として押しも押されもせぬ、地位を築いていた。ある日、私が、 神殿の店に顔を出すと、受付の女性が変わっていた。二十歳過ぎたくらいで彫りが深く、それまでにない美人だった。元子はその女性、佐伯木光子を、いい女性として、しきりに褒めた。それからしばらく経って、私は、仕事上の宴会帰りに、ハイヤーに乗っていたが、ヘッドライトが前方に一組の男女を映し出し、私は、あっと思った。確かに、新田通吉と、 佐伯光子だった。もう少し確証をつかめたら、檻を見て神殿に、浮気を止める、よう忠告しようと私は思ったが、どうにも実際がつかめない。元もは相変わらず佐伯光子を可愛がっていた。しかし実は、新太と講師の関係はその後も続いており、やがて元子にも露見する。1963年1月24日と1月25日、NHK の 松本成長シリーズ、黒の組曲の一作として2回にわたり放映。松本成長サスペンス、結婚式。1989年9月21日、読売テレビ制作、日本テレビ系列の木曜ゴールデンドラマ枠にて放映。視聴率21.2%。第27回ギャラクシー賞選賞受賞作品。ありがとうございます。